エドガイはドイツ出身のパワーメタルバンド。活動初期の頃からハロウィンやガンマ0等のジャーマンメタル第2世代の強い影響を受け、それらに次ぐ第3世代としての地位を確立している。1992年にヘッセン州フルダで同じ学校に通う友人同士によって結成。メンバーは当時まだ14歳であった。エビル・マインデッドとチルドレン・オブ・スティールという2本のデモテープを制作後、1995年に自主制作アルバム、サベージ・ポエトリーをリリースする。その後、アフムレコードと契約して、正式なデビューアルバム、キングダム・オブ・マッドネスを1997年にリリース。リリース後にドミニク・ストールが脱退するが、後任にフランクリン・デンタルを迎える。1998年リリースのセカンドアルバム、ベイングローリーオペラは、ブラインドガーディアンのハンズ・イキアシュがゲスト参加、ミックスをストラトバリウスのティモ・トルキが担当し、注目を集めた。リリース後にフランクリン・デンタルが脱退し、後任にフェリックス・ボーンケが加入。トビアス・エクセルを迎えて、トビアス・サメットがボーカルに専念した5人編成となり、6週間におけるヨーロッパツアーを行った。1999年にサードアルバム、シアター・オブ・サルベーション、2000年には自主制作版、サベージ・ポエトリーのリレコーディング作となるフォースアルバム、サベッジ・ポエトリーをリリースした。その後、トビアス・サメットは自身のメタルオペラプロジェクト、トビアス・サメッツ・アバンタジアのアルバムの制作に入る。元ハロウィンのマイケル・キスクやガンマ0の海帆船などのメロディックスピードメタル界から多数の豪華ゲストを迎えて完成したアルバムザ・メタル・オペラは好セールを収めトビアス・サメットの作曲能力の高さを広めることとなり結果的にエドガイへの注目も一段と高まることとなった。その後アバンタジアは2003年に続編ザ・メタル・オペラパート2をリリースするなど継続して活動する。2001年9月にはフィフスアルバム、マンドレークをリリースし、ヨーロッパツアーを行う。2002年5月には、ラプソディのサポートとして、初の来日公演を行った。この、マンドレークリリースにおける、ヨーロッパツアーの模様は、ライブアルバム、バーニングダウン・ジ・オペラ・ライブとして2003年にリリースされた。その後、新たに、ニュークリア・ブラストと契約し、2004年3月に、シックススアルバム、ヘルファイアクラブリリース。このアルバムにより、ハロウィン、ブラインドガーディアンのフォロワーから完全に脱却し、エドガイとしてのオリジナリティを確立し、アクセプト、ハロウィンに次ぐジャーマンメタル第3世代としての確固たる地位を確立することとなった。7月には2度目の来日公演を行った。イタリア・ミラノ公演2006年1月には、セブンスアルバム、ロケットライドをリリースし、翌年3月に3度目の来日公演を行った。2008年11月にエースアルバム、ティニタス・サンクタスをリリースし、翌年3月には、スウェーデン出身のオールエンズと共に来日し、大阪、東京にて4度目の来日公演を行った。2010年10月に、LOUD PARK 10に参加し、5度目の来日公演を行った。2011年8月にナインスアルバム、エイジ・オブ・ザ・ジョーカーをリリース。2014年4月にテンスアルバム、スペース・ポリス、ディフェンダーズ・オブ・ザ・クラウンをリリース。9月には、ユニソニックと共に来日し、ダブルヘッドライナーツアーにて6度目の来日公演を行った。2019年10月時点。ありがとうございます。